全てを犠牲にできますじゃあ死ねよ。今までありがとうございますお前は死ぬってことで。こんなペットショップは嫌だ。どんなの？小さい猫が笑顔でこっちを見ている。全然嫌じゃなくない？何言ってんの？やっと出した答えがそれですか？あ、今日場所間違えちゃった。もしかしてあなたも芸人じゃなかった？ミリチャムさんの YouTube のなんかエチエチ質問に答えてみたを見てきてそれが頭いっぱいになってる。なんでそんなの見てんだよ、シンプルにどういうところにキュンとするかみたいなのが、エッチをしている途中で男性がその頑張りすぎて疲れて息切れしてるところお前本当にちゃんと見たんだな。ちょっと気持ち悪いんだけど、ガチで気持ち悪いんだけどすごく良かったです。そんな質問答えてる。ガチで気持ち悪いんだけど新しい展開。ミリジャムが恥ずかしいっていう。一番やばいのな、お前ななあじゃないのよ。耳くそ切ったな切ったな、不潔だね店員さんの耳くそがなに店員さんの耳見た。耳お前マジやばいね。気持ち悪い。店員さんの耳くそが。はい。次の人。次の人。このじゃミリちゃんできてる。スルーができてる。ティッシュを猫だと言い張って売りつけてくる。ティッシュ。お前ら一回見てろ。はい。直接。いいずるいよ。同じ料金これ。ミリチャムのいいところです。どういうお題だよ。水着とっても素敵でした。待ってお前何で水着見た？インスタ。何してんの？いやいやなんかそうやって手を置くのもキモいんだけど、何のために手を置いてんのそこ？ハイタッチ。ハイタッチ。担当マネージャーさんもちゃんとギャルで嬉しい。お前もギャル好きなんか。あーギャルなら誰でもいいんだね。ああそういうことか。ちょっとこれいらないんじゃない？ほらあれ。本当に何も見えねえ。あれかけてる？わき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 わ。さっさと書いてくれませんか？配信でちゃんと見よう。さっさと書いてくれませんか？止めような一時停止。いいから早く書けよ。写真集が出たら10冊買います。なんでみんないいとこじゃなくない？2人ともいいとこじゃなくて願望だよねそれね。私出してねえし出すつもりねえし。撮りましょうか。お前にだけは撮られたくねえ絶対に。ミリチャムさんのためだったら全てを犠牲にできます。じゃあ死ねよ。今までありがとうございます。もうないよな。お前は死ぬってことで。もうこれは。これはもう。ちょっと。これもうじゃん。今のはもう。もう本番じゃん今の。そう、本番だよ。